どうも TQQ です。メイがいやどうしたらいいんって聞かれることが多いんで、ちょっと対策を紹介していきます。メイは基本的にタンクに強いヒーロー、まあ、分断とかスプレーがめちゃめちゃ嫌ですよね。機動力のないタンクには刺さりやすいと思います。なんで倒されにくいヒーローに変えるとやりやすくなるかもってなると、まあ、ウィンストンとかバリアでスプレーを防いだり、ジャンプで壁も飛び越えられる。ディーバとかボールはスプレーの餌食になりやすい感じ。最近強化されたオリーサもフォーティファイ使えば分断とスプレーに耐えられます。まあ、でも相手がメイとか新メ来たらさすがに溶けちゃう。タンクは耐えれるんですけど倒せるっていうわけじゃないんで、 DPS もカウンターしていきたいですね。 DPS なら飛行系が基本的にアンチ、パラとかエコーとか上から攻撃するからスプレーも壁も全く関係ないと。まあ、でも相手がヒットスキャンとメイで飛びにくいっていう時もありますよね。まあ、そういう時はスナイパーかなと。ウィドウならワンパンやし、中距離ヒットスキャンにも強い、まあ、アッシュとかそこら辺にも強い。半蔵もいいけどメイをワンパンできなくなってます。メイも壁分断するだけじゃなくて、相手 DPS の射線を塞いだり窓を無効化することもできます。まあ、アイスウォール耐久値柱1つ分が耐久値250なんで、味方が分断されたら積極的に割ってあげるといいかもしれへん。とまあ対策としてはこんな感じ。こっからはメイちゃんを使った試合です。ハルトが強化されて前よりメイ見るようになりましたよね。味方にハルトが出てきたらメイちゃんを合わせると楽しいし強いです。ぜひご覧ください。ルシオ欲しくないウォウォウやな。あ、それはそう、相手おるわ。死んだ誰か。いけいけいけ、行く方が得や。はぁ、言えてない。モイラに一発当たればいいだけなのに。ナイス。どこ行った？クイーン。おい、死んだ。え、強くない？相手エコー出たわ。エコーは落とします。エコーは落とします。問題ない。ソルジャーもおー、落とします。ラガットラッシュラン。縦置きがやっぱ主流なんよね。知らんけど、ミスだけど。ソルジャーは落とします。ラガットラはこうでこうです。二度ホールじゃん。二度ホール付けになるんじゃん。シャッターあるんじゃん、これ味方。これ早すぎ、ちょ、早すぎ、怖いね。ここでゴールとくか。31しかないしな。ほんでこう、あ、やばい、ライハルト。なんだね、え、これ強いかも。そんなもこっち、こっち行くしかないのよ、俺らは。見てー、エコーの存在忘れていた。ちょっと一旦ここで守ろうか。一旦ここで。なんか本物来ちゃって。あんまスプレー使ってへん気がする俺。エコーは落とします。無理無理。え、よくないはず。痛すぎー。これネクリしとくか。ネクリしとこう。さすがに無理やで俺。ネクリしとこう。言うてあんまスプレー使ってないな俺。そんな疲れてない。あ、テレポーター。やばい。エコーがきついか。当たらんわ。俺の目から逃げる。はい、OK。
りしてるね相手の猫。久々に、いやソルジャーでいいか。バスティオン来た、メイバスティオン。あつ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 、闇討ち闇討ち、なになに、帰られへん、もう最強の最強の壁できてる。クルセイダー、もうアナめっちゃろ。これキツネ終わったらやで、うわえ、なになになに、痛い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 、サクってった。アナさん、アナさん、アナさん、かわいそうだ、投げ、勝つんやそれ。え、ちょちょ、痛いと思ったウィドウメーカーいんねんけど、この若い子は当たらんか。殴ってる殴ってる殴ってる、怖いからこっちから行くわ。うわやばい、さあ、おお、遅かってるし、ここでここで一生時間使おうぜ。え、なんか飛んじゃうかもな、わかんで、それは。やばすぎー、やばい、メイ怖い、メイじゃない、ビド怖い、行くしかねえのよ、でもマジ、ウィドウどこ、キリコどっか行くよ、ウィドウそこか、よいしょ、ちょっとウィドウマジ怖いわ、あかんで、あの右上絶対ある、いったー、ナイスありがとう、行ってほしいとこ行くやん、あれどこ行ったウィドウ、あ、いるわ、やばい、あかんわ、引かないとこれ、最後で止めたらいいか、最後たぶん俺ら強いはず、外した、マジか、でっかい EMP、 あとウィドウや、当たれー、ウィドウか、やばいやばいやばい、死んだ死んだな、プライドバトル勝って30秒、ちょ EMP ないのと、俺らハルト勝負で勝つしかない、足足でかっ、でっかそれ、あーあー、ちょっと助けて、危ない、これはもうもらい申したか、いやいい壁なんだよな、袋工事袋工事、プシュプシュ、オッケー、ハルトメイの勝ち、めっちゃチャージ決めてくれたなこの人、もうチャージ先に壁どうすん、気持ちいい、ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。